はい、こんにちは、パーカッションの高文です。もっといい音を届けたいパーカッションのためのマイキング&エンジニアリング研究第3回ということで、今回もやっていきたいと思います。はい、第1回第2回続いて今回も過本を取り扱っていきます。で、今回はかなり多くの方が気になっていると思われるライブの時のこの過本のマイキングですね。ライブ、あとネットの生配信なんかを想定しております。はい、で再現性が高いようにですね、今回使うマイクも1本だけ、はい、これ1本57縛りでいきます。はい、おそらくどこのスタジオライブハウスにも置いてあるダイナミックマイク、シュア SM57 でございますけれども、これ1本だけを使って撮る場合、カホンのどこを狙って撮ったら一番いい音がするのかって気になりませんか？はい、それを今回いろいろね試して聞き比べてみたいと思います。はい、まあ普通に考えたらこの穴に向けて狙って撮ったらいいんじゃないかって思うと思うんですけども、まあ穴に対してね撮る場合でも、この中に突っ込んだ方がいいのか、それともあんま突っ込まない方がいいのか、ちょっとこう角度をね第1回でやった時みたいにつけた方がいいのか、あるいはこう前から撮った方がいいのかっていうのをいろいろ試していきたいと思いますので、聞き比べてみて、あ、これ使えそうだなっていうのを活用していただければと思います。はい、では今回本当にたくさんのパターンがありますので、早速叩いたのを聞いていただきたいと思います。で、今回音色、音色、音質の比較ということで、すべてノン EQ、 もう撮ったままの音で、この撮った位置によってね、やっぱ音量が変わってしまうので、最後マスターでちょっと調整して、だいたい同じぐらいの音量に聞こえるように調整しておりますので、そのつもりで聞き比べてみてください。ではどうぞ。はい、という感じでした。いかがでしたでしょうか。あ、これ使えそうだなっていうのもあれば、あ、これ全然使えなそうだなっていうのもねあったかなと思います。各自シチュエーションに合わせて活用してみてください。で、僕個人的な感想としてはですね、やっぱ1本だけで
やるとしたらサウンドホールを狙うのがいいかなと思いましたね。前だとちょっとね、暴れすぎるというか、まあ、SM5 のそもそもちょっと歪み気味な傾向があるっていうのもありますけれども、でサウンドホール狙うにしてもあんま突っ込んだり近すぎるとね、ちょっとワイルドすぎるかなと。まあワイルドなね音楽ジャンルだったらいいと思うんだけれども、なのでやっぱちょっと傾き気味、こうまっすぐよりは外してあげた方が、この57のキャラクターをちょっと殺してね、すごいナチュラルな音っていうか、カホン本来の音を引き出せるのかなと思いました。はい、皆さんもね感想などあればぜひコメントにお寄せください。はい、こんな感じでこのチャンネルはパーカッション情報を毎日マニアックに発信しております。参考になったよ、面白かったよという方はですね、ぜひシェアなどしていただきますと大変嬉しいのでよろしくお願いいたします。またメンバーシップの制度を使ってこのチャンネルのサポーター様大募集しておりますので、概要欄チェックして気になる方で、ね、ぜひ入っていただければと思います。また毎週日曜日には YouTube ライブを使ったパーカッションのワークショップというのもやってますので、ぜひチャンネル登録して参加していただければと思います。ということでまた次回の動画で会いましょう。バイバイ。